はい、デレクの石本です。今日はですね、録音機材をちょっと紹介しようかなと思うんですね。これ、ラベリアマイクなんですけども、これです、はい、クラシックプロの CEM1SE というね、ラベリアマイク、こういうピンマイクですね、胸のところにつけるね、これなんですけども、なんでこれをご紹介しようかというとですね、楽器の紹介だとかね、車のね中でブツブツ喋ってたりとかねしてるわけですけど、どうもその音がうまく取れないということで、いろいろ YouTube とかね参考にさせてもらって、 Zoom のね、F2BT というね、32bit フロート録音っていうね、ちっちゃなレコーダーがあるんですけどね、これは絶対音が歪まないというね、そういうすごいレコーダーやということでね、導入してみたんですけども、例えばちょっと楽器のでかい音だとかね、車の中で、走ってて、アイドリング状態でけどね、こうオープンにしてこうビューって走ってスピードをある程度乗ってたりとかね、そしたらその振動関係、風切り音かなと最初思ってね、こうマイクの位置をこう風が当たらない位置に変えたりとかね、ショットガンマイクに低い位置にショットガンマイクをつけてみたりとか、いろいろしてみたんですけども、どうもそれでもね、やっぱり ある振動が入ったりとか、スピードが上がってるなんかの拍子にね音が割れると、で、信号で止まって喋ってるとクリアに音が入ってるというようなことがあって、ね、いろいろ悩んでたら、やっぱり録音系のね YouTuber で春風涼しさんっていうね、すごいなんか映画の録音とかのプロの方が機材とかね、その録音の仕方とかね紹介してある YouTube があるんですけども、そこでね、なんかクラシックプロのこの、CEM の 1SE っていうのがいいよみたいなことでね使ってはって、でちょっと失礼ながらね、こんな感じでうまいこといかへんのですけどっていうようなことをコメントで入れましたらね、お返事いただきまして、同じラベリアバイクでもその最大音量っていうのがあって、 F2BT で録音レベルっていう意味においてはまあすごい音まで入るらしいんですけども、入力部分ですね、要するにマイクの部分で音が歪んでしまうと、もうその歪んだ音がやっぱりこう F2BT に入っちゃうので、マイクの入力部分の最大音量というものもある程度気をつけないとダメだよっていうことなんですね。で、こういう普通の通常のラベリアマイクっていうのはこう口元で喋るような性能なので、最大音量が割と低いらしくて、でかい音だとかね、車の排気音だとかね、という音量が入るとマイク自体の最大音量を超えちゃうと、そうするとやっぱり音が割れるっていうね、ことになるらしいんですね。で、このクラシックプロの、CEM1SE っていうのは演劇なんかでもね割と使われてるラベリアマイクだそうです。中身はですね、中身はこんな感じなんですね。イヤーセットというか耳に引っ掛けるようなタイプのね、こういう感じですね。で、コードがあって、コードがあってで、3.5mm のミニジャックで、この一応抜けないようにね、こうネジがついてるっていうこういうタイプですね。それとですね、こんな感じで、ウィンドウジャマーというか風切り音防止のスポンジですね。それと胸元につけるこのピンクリップみたいですね。あとは説明書でございますな。はい、こんな感じでね。では、これを使って外に出てみようかなと思います。はい、というわけでですね、このマイク、これをね、車で試してみたいと思います。今ちょっと、暑いけどね、オープンにして、どんな感じになるかやってみようと思います。撮れてんのかな、ちゃんと。あ、チェック1、2、あ、チェック、入ってるんですかね、若干心配でございますな。マイクの感度の問題もあるので、一概になんとも言えないんですけども、だいぶレベルが低いんかな、レベルが低いっていう噂もありますね。大丈夫でしょうかね。まあちょっとやってみ、このまま行ってみますか。
ワイヤレスシステムを介して今やっております。で、窓はフルオープンでエアコンがかかっておる状態と、ね、どうしようかな、どこ行くかな、ちゃんと録音できているんでしょうか。録音レベルが上がらないんですけどね、ほとんどね上がってないんですけど大丈夫なんでしょうかね。マイクの最大音量でしたっけ、感度でしたっけ、それがやっぱりちょっと余裕のあるタイプなので、マイクインプットレベルが上がらないのかなという気もしなくもないですよね。ちょっと久しぶりに六甲さんの方に行ってみる。車内のノイズとしては、外の風とエンジン音とそれからエアコンの送風音が、ほぼフル、目いっぱいでエアコンの送風音がかかっております。お店の中で話したみたいに、やっぱり動画ね、ある程度 音声が聞き心地がいいとやっぱり動画も見やすいですからね、そういう形の雰囲気でこうやってみたいなとは思うんですけども、想定外にこううまく音が入らないというのはね、例えばその GoPro のね、このメディアモジュラーっていうのをつけて、でマイク端子がついてるんですけどもね、そのあたりが、メディアモジュラーの不調ではないかなとかね思ったりしたりも、メディアモジュラーの 3.5 ミリのマイクジャックが、いまいち調子が良くないとかね、だからどこに原因があるのかというのはなかなかねこう難しいんですよね。いろいろマイクを試してみたりで、そうそう、ラベリアマイクも昔なんかちょっと使ってたやつとかがね何個かあって、それを全部いろいろ試してみたりもしたりもしましたが、抜本的な改革にはなってないというかね。でそれでZoom のね F2BT というね、絶対音はしないというね、レコーダーをがええんではないかなということでやったわけですけども、どうもそれでもねなんか微妙に音割れしているようなね。でその、春風涼さんのね、アドバイスをお伺いすると、ラベリアマイクのマイクの最大音量ですか、それを、オーバーしているのではないかというアドバイスをいただいたということでございますですね。はい、しかし今日も暑いですな今日も30度超えてんのかな、ひょっとしてね、よくわかりませんけど、マイクのテストをするのはいいけど、これ熱中症になったらまずいですね。ちゃんと撮れているんでしょうか。これ今見るとね、これは今 F2BT の、録音状況なんですけどね、ほとんどインプットレベルが上がっていないというね、たまにポコッと上がるんですけど、これ嫌な予感がするな、気のせいかな。一回、ワイヤレスを外して、F2BT に直接挿して、やってみようかな。よし。よし。よし、これでどうだ。あ、今度はちゃんと入ってる。ということは、ですね、車を走り出してからずっと喋ってたんですけどね、どうもワイヤレスのね、ワイヤレスのこのシンコのやつにジャックがうまいこと刺さってなかったかもしれません。なもんでレベルがね全然上がってなかったんですよね。でそれがねちょっと気になって、直接 F2BT にですね、差し替えましたら、F2BT のインプットレベルがねガンガン上がってるんですよね。このクラシックプロの CEM1SE ですか、
その、ネジがついてるんですけどね、ネジが、うん、その部分がですね、その部分がちょっとこう浅いんかな、レベルがうまく F2BT のレベルが上がってなかったので、今、直接 F2BT にこのクラシックプロのね、ラベリアマイクを、つなぎ替えたら、ちゃんとレベルが上がってるので今これ音が取れてると思います、というわけでね、実際にこうやって走り、今窓全開で、エアコンフル、で走ってますけどね、まあ、そんなスピードはそんな出てないけど、法定速度ぐらいですけどね、実際にちゃんと撮れてるのかなというね、いうところらへんをねもう一回チェックしたいと思いますけどね、ちょっとロコさんの方にね久しぶりに行ってみようかなと思うんですけどね、辺まで上がってくるとちょっと涼しくなったな。工事をしておりましたですね、どうなんやろ、もうちょっとサスペンション固めた方が良かったかな割と街乗り仕様で上がってきましたからね、非常にこの山頂はやっぱりちょっと涼しいですね、この適度なカーブが、非常に楽しい、こういう時は多分ね前をね、サスペンションね車高調の前をちょっと固めて前を踏ん張らした方がクイックなハンドリングになるんちゃうかなと思うんですけどね。